一橋時代の東京商科大学正門東京商科大学は1920年4月東京市に設立された旧正管理大学。略称は東京商大。一橋大学の前身である。この校では管理つ東京高等商業学校などの前身校を含め記述する。 商法講習所から高等商業学校までの制度変戦略図一橋大学附属図書館、一橋大学国立キャンパス東本館、一橋大学金松高等東京外国語学校も東京交渉、商大の源流として位置づけられているが、この学校の遠隔については当該項目を参照のこと。森ありのり、全身機関たる商法講習所の生みの親、 矢野次郎、商法公衆所長、東京商業学校校長を経て、高等商業学校初代校長。商法公衆所長東京商業学校長高等、商業,高等商業学校長、東京高等商業学校長、東京商科大学長、東京産業大学長、一橋大学東京商科大学長級、一橋高度現存しない1875年に、 設立の商法講習所は、東京、銀座終わり町2丁目の石踏みが混流されているに、置かれたが、翌76年の東京府移管に伴い同年11月、小引町10丁目13番地に移転した。そして東京商業学校への改称を経て、1885年には、東京外国語学校の併合により、一橋通り町1番地の同校校舎に移転し、これが、 一橋大学の名称の由来となっている。そしてこの地で高等商業学校東京交渉に改編され、ついで東京商大への昇格を果たした。国立移転後の一橋の高地には、南半部に一橋高堂として改築及び助水会館が建設され、北半部は共立女子大学の高地となっている。震災による、 一橋校舎の壊滅1923年9月1日の関東大震災により一橋の高地は甚大な被害を受け図書館と三井ホールを除く校舎が壊滅、消失した。このため同年末の授業再開に際しては一橋の残存校舎と東京高等学校校舎、東京農業大学校舎を借用して行われた。この後1924年4月には 着地医に新築の仮校舎が完成して、各学部、学科を新旧の療校舎に収容、余暇はすべて着地仮校舎に移転された。この頃から郊外に新校地を求め学園都市を建設すべきであるという意見が学内で高まり、翌25年9月には、学部、付属専門部を、不死も来た玉群や保村に移転することが文部省から認可された。国立、 小平振興者への移転国分寺と立川の間に位置する原野30万平方メートルの用地で東京帝大教授伊藤忠太の設計による振興者の建設が始まり1926年4月には国鉄中央線の新駅開業に際して新興地周辺の地名は国立と命名された。なお、行政上の地名はその後や保村が調整を施行する際駅名に合わせ 国立町と会消。さらに国土地となって現在に至っている。1927年4月には国立に小学専門部仮校舎が新築され、1930年には大学本科が国立での授業を開始、国立校舎への移転は1931年5月までに完了した。尺字仮校舎の余下については1933年8月に、 福島北多摩群小平村に新築された校舎に移転した。戦時期から戦後へ、第二次世界大戦中の1944年12月には、戦時体制の元国立の金松高度及び、校内の一部が、軍命令で、中島飛行機株式会社に借り上げられ、余可校舎、専門部校舎は、第92部隊、一橋高度を、東亜経済研究所は、 0百部隊に接収され、終戦までこの状態が続いた。戦後、国立と小平の校地校舎は新生一橋大学に継承され、現在に至っている。詳細は、親友事件を、参照詳細は、親友事件老状事件を、参照詳細は、白表事件を、参照1941年12月8日の日米海戦を、 東京省大東亜経済研究所に集まった教員の中から南方占領地での軍政に協力しつつ自分たちの独自の研究を進めていこうという声が高まり当時の高瀬総太郎学長が実定を通じて軍部に働きかけ南方への調査団派遣が本気まりになった東亜経済研究所の担当は湘南市の南方軍軍政総監部の調査部付けとして 営霊マラヤの民族、経済状況の調査を行うことであり、同研究所のスタッフを中心に、赤松金目教授を筆頭に、石田隆二郎、小田橋貞寿、板垣よ一、山田勇、山田秀夫、秀夫大野聖三郎、宇津木ただらの教員が南方に派遣された。派遣された教員たちは、司政官として、精力的な調査活動を行い、 後ののにつながるクリス運動の発足に関わった板垣のように軍政部の対マレー人工作に関与した者もいた。一橋大学の人物一覧を参照。ありがとうございます。